サントリーは水や自然の恵みを製品にしてお届けする水と生きる企業ですから、その生命線である地下水を守り育てる天然水の森活動を行っています。未来を担う子どもたちにその思いを伝えるために水育に取り組んでいます。森と水の学校では自然体験を通して子どもたちに森と水のつながりや水を育む森の大切さを伝えています。自然の中での活動ですので、スタッフ一同安全第一に皆様に楽しんでいただけるよう努めております。自然の素敵さというのを子どもと一緒に体験できたということはとても貴重な体験だなと思っていますし、本当に娘に誘ってもらってよかったなと、参加してよかったと思っています。お水がどうやって我々の元に届くかということだけではなくて、自然とお水と我々の関係というか、あの環境のことまで知ることができたというところが一番子どもにとってよかったかなと思っております。ミミズやモグラの動物によってふかふかな土が作られ、それによって水が溜められてきれいになって私たちの元へ運ばれるっていうのがすごいなと思いました。いろんな植物や昆虫を見ながら森の中を歩けたのが楽しかったです。未来に水を引き継ぐために子どもたちが何をしたらいいかを自分ごととして考えられるようにしてほしいと思います。この活動がそのきっかけになればいいと思っています。